どうも、どうも、どうも、ブクロック美でございます。日本といえばね、地震大国じゃないですか。災害に備えることっていうのは大事なわけじゃないですか。それも、それは大事よ。でもこの間それでツイッターを見てたら、災害時にカップ麺とかって水でも食べれるらしいの。え、日本の？普通にお湯で作るやつも水で作れるんだって。だから今日は、もう災害にぴったりの商品をね、持ってきた。ご紹介します。え、何こちらでー、ギガマックスペヤング最近出たやつ。めちゃめちゃ書いてるじゃん。初めて見た。これね、3人前ぐらいあるらしいの。 2142? でも書いてるもんね、1日1食ってそう。これを水で作ったらどうなるのかっていうのを検証してみましょう。ちゃんと食べれるか、ちゃんと食べれるか、美味しいのか。でね、ペヤングで20分とかかかるし、結構長いね。これ3人前だから、まあ1時間ぐらい水につけて最大値は1時間待たないと。でもしょうがないです。なるほど、ね、ちなみにすいません、水どんぐらい使うんでしたっけ。水は、これ多分1リットル以上使うと思うんですか。足りないわ。はい、足りないっていう想定でいきましょう。足りなかったという想定でしょ。あ、確かに。500しかない、もうこれしかない。でも本当だったら1リットルちょっとです。だからまだ言ってる。ペヤングといえばこっからだよな。どこどこ、横のね、食感とかが違う。わかんない。でも水の方が美味しいっていう仮説まであった。本当かそれ。マリパ、これはペヤングのお湯みたいに戻るのか。ちょっと災害時の水も重要だから一滴も残すな。暴言。ほんと足りないじゃん。ほら、めやばくない。あ、ちょっとストップストップ。はい、オッケー。じゃあ、これ閉じて、あ、そうそう、置いて、で、これで、とりあえず1時間待ちましょう。じゃあ、開封してください。助けてくれ。うおぉ。全然ある。あ、全然ないね。全然あるねって言った後に全然ないねって言われて、どっちがどっちだか分かんない。人の話聞いてますよ。うわ、いやでもこんなもんよ。目が入ってるけど、目がこんなもんよ。パンパンや。ほんと？え？こんな多いの？ブニブニ。多かったのかな。ブニブニ長かったのと思う。ただ時間の調整だけすれば冷めたペヤングとして美味しく食べれるわ。そう、味はもう完全にペヤングそのまんま、全く問題ない。うわうわ、普通に僕はうなぎですわ。浜野がちっちゃい頃言ってたけど、確かに歯茎で食えるな。歯茎で食えるっしょこれ。普通に味はもう全く一緒。当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、あとは1時間はちょっと長いっすね。そうだね、40分ぐらいでもよかったかもしれない。40分ぐらいでもよかったかもしれないっすね。さあ、ということで以上、ろくろっくびでした。